アファナーシエフ、アレクサンドル・ニコライエビチ・アファナーシエフは、ロシアの民族学者。ロシア民は研究の第一人者で、ロシアのグリム兄弟とも称される。600以上の民は、伝承を編纂しており、その数は、世界で最も多い。ボロネジュのギムナジウムから、モスクワ大学法学部へ進学し、コンスタンチン・カベーリンやティモフェイグラフのスキーから講義を、受ける。 彼は中世ロシア史の研究を行っていたが、セルゲイ・ウバーロフンに反抗したため、大学での研究を続けられなくなった。公文書館で働くが、活動家のアレクサンドル・ゲルゼンとの接触があった、ことから職を失う。貧しい暮らしの中で結核にかかり45歳で、この世を去る。アファナーシエフは1850年頃から、ロシア民話への関心を強めた。 ウラジーミルダーリアロシア地理学協会の資料などを元に編纂し、1855年から1863年にかけてロシア民話集を刊行した。1865年から1869年にかけてはスラブ人の自然観についてまとめたスラブ人の指的自然観を刊行した。ロシア国慶団はワイザツさや 教会批判などから検閲を免れられないため、ジュネーブで刊行された。アファナーシェフ以前は、ロシア民族研究はあまりなされなかった。10世紀に、教会スラブ語で記録されるようになったが、教会の監修に関わるものが主であり、19世紀頃まで、民族的物語は文字に残されなかった。アファーナーシェフの編纂は、民族研究にとって、価値の高いものであり、 ニコライ・リムスキー・コルサコフや、イーゴリ・ストラビムスキーの芸術作品にも、大きな影響を与えている。リデン、ジェームズ、ロシアン・フェアリー・テイルズ・ゼア・コレクターズ、エイ・コンパニオン・ツー・ザ・フェアリー・テイル、エド、ヒルダイリス・デビッドソンアンナ・ショーリー、ケンブリッジ、D.S. ・ブルーアー、2003、ページ221、ザイプス。ジャック、アフネン・シエブ、アレクサンダー。 ザ・オックスフォードコンパニオンツーフェアリーテ r ルズオックスフォードオックスフォードユニバーシティープレス2000児童文学辞典日本児童文学学会東京書籍1988年19から20ページザイプスジャックアフネンシエブアレクサンダーザ・オックスフォードコンパニオンツーフェアリーテ r ルズオックスフォードオックスフォードユニバーシティープレス2000ヘイニー ハック v、ミスター・オフェノシエブ、エスノーティー・リトル・シークレッツ、ロシアン・シークレット・テールズ、シーファ・ジャーナル、ボリューム3、ナンバー2、フォール。一九九八、二十一エイプリル、二千七、リデン、ジェームズ、ロシアン・フェアリー・テールズ＆ゼア・コレクターズ、エイコン・パニオン・ツザ・フェアリー・テール、エド、ヒルダ・エリス・デビッドソン＆アンナ・ショーリー、ケンブリッジ、DS ・ブルーはー。 2003ページ219ありがとうございます。